小さな小さなデススター、簡単にですね汚しながらケーキ作っていきたいと思います。え、こんな簡単なんだ。うーわ、かっこいい。炭を入れ炭を入れって思いながらやっていきましょう。めちゃくちゃ面白いです。皆さんこんにちは、クラマンジェルコースのティガです。今日も始めましょう、ゲッチ TV。 今日はですね、こちらのまたまたスターウォーズのキットですね。じゃーん、小さな小さなデススターが作れるこのキットを簡単にですね、汚しながら綺麗に作っていきたいと思います。で、今回使うのはもちろんこのキットを組んだ後なんですけど、じゃーん、こちら、まあ、もっとね、いろんな色があるんですが、ミスターウェザリングカラーの黒と茶色と白、まあ、ざっくり言ってるけど、もっとかっこいい名前なんだよね。マルチブラック、マルチブラック、and スティーブラウン、スティーブラウン、and マルチホワイト。私に英語別にできないんで発音汚いです。まあ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 、このね、3本を使えばそこそこかっこよくなるんじゃないかなと思って、これで色を塗っていきます。で、これの使い方は、まあ、置いといて、後でちゃんと説明します。で、ひとまずこれをね、サクッと組んでからいきたいと思います。で、まあせっかくなんでね、これパーツを見ていくと、ランナーが、よいしょじゃん、ワン、ツー、スリー。まあ1個はね、もうベースなんでほぼほぼ関係ないですね。この2枚で出来上がっています。え、こんな簡単なんだ。え、すごい。でね、なぜこれを選んだかというと、見て、このさ、墨入れしてくださいと言わんばかりのさ、モールドだらけのこのパーツたちよ。やばいっしょ、やばいっしょ。でね、このね、積層みたいになってるこのパーツとかもね、なかなかだと思います。で、こういうのを、まあ、グレーのまんまでもかなりかっこいいんですけど、やっぱりね、墨入れとか汚してもらうと、もっともっとかっこよくなります。ということで、まあ、サクッと組んでからですね、これを汚していきたいと思います。切り。はーい、パーツだけこれ切ったので、このね、ここに説明書があるのってね、なんか楽しいよね。で、ここから順番にサクッとね、組んでいきたいと思いまーす。で、わかんなくならないようにこれね、あのブロックごとというかその四角に分けて、はい、パーツを置いていまーす。後に外すことも私ないでしょう、きっとね。こうかしら、こうかしら、いや違う、こうかしら、こうかしら、はまるようにしかはまらないのがバンダイさんのいいところ。いいね、いいね。で、これをこっちのつるっとした方が上に来て、どこだー、こうで、こうだから、向きを変えます。はーい。ここか。こうで、こうで、逆。こうかな。こうかな。あ、またまた、また。で、これは、こうで、この、ここの下、ここ。でもすごい積層なんですよ。ほら。ほらほら。この積層を見て、ここ、ここ、ここ。じゃーん。いや、すごいね。これ、墨入れたの楽しいよね、絶対にね。そうそうそう。それが四角で買ってきたのだよ、それよ。で、これが、ここかしら？適当にはめようとしていく。で、これに、このちっちゃいのが、どこどこ、どこなの、こうだから、ここの、あ、ここかしら？に、はまる。え？嘘。嘘や。あった、ここや。向きがこう？どうかしら？すごいパーツですね、これね。はまっているようです。うん。で、これが、ここの横に、こうじゃーん。えっ。うん！いいね。これね、すごい難しそうに見えて、めっちゃ大きいパーツがたくさん連なってるだけやから、ね、なんかサクッと組み上がっていきますね、これね。で、次は、これ。この円盤状のやつに、これを下から差し込みます。これですね。どっち向き？まあ、外じゃないですか。こうですね。で、これが上から乗ります。へぇ、ワン、ツー、スリーとね。はーい。へぇ、あー、もうかっこいい。すごいね、このパーツ。え、すごくない？このパーツ。このキット800円とかなんですよ。で、これはここかしら？こうかしら？に、あ、はまった。結構、あれですね。あれ、はまっていない。ちょっと、あた、キャッキャッキャッ。うん、うん、うん。すげえ、かっこいい。すげえ。うわぁ、中細かー。
すごいね。ほいほいって今度はこれを最後に取り付けます。はーい、この平たいやつをどうかしら、この流れだとこれは浮いてていいのね、こうやってね。で、これがこのここね、なんかね、サクサク組めるんだけど、多少このね、モールドちゃんが手に当たってね、痛い痛いけど、いいの、かっこいいから。で、これがここやね。おっほー、すごーい、うーわ、かっこいい。なにこれ、だって、ほぼほぼ出来上がってるんですけど、かっこよくない？はぁー、やばい、こんな簡単にかっこよくなってしまうプラモとかずるいじゃんね。え、これはどこに刺すんやろ。見て、このここのモールドの積層感よ。じゃーん、もうね、この時点でかっこいいよね。ケイト、これがね、こんだけモールドが入っているのにグレーのままだともったいないということで、登場しますのは先ほど説明したミスターウェダリングカラーです。で、これはですね、汚れを作るため専用の溶剤なんですよね。なので、その分、こう、粒子が粗く入っているんですけど、で、これもしっかりね、ボールあるんで、振ってもらって、で、一回ね、こういうとこ出してみようかなと思いまーす。で、よいしょー。これね、接着剤と同じような瓶なんですけど、ここ当ててもね、筆がついていないですよ。はい。っていうのが、ちょっと違うとか。はい。で、まあ、ざっくりと取ってみようかな。ピッピー。まあ、筆を使うので、すぐにこうやってね、洗える環境も一緒に作っとこうかなということで、専用のウェダリングカラーの薄め液を入れながらいきたいと思う。これね、匂いがないんですよ、ほぼほぼ。そう、ほぼほぼないんですよね。だからね、言って室内で今、何も換気扇回してないんですけど、全然 OK かなと思います。で、こうね、筆をね、いつでも洗えるような準備をして、で、これ混ぜたやつをちょっとだけね、こう取り出してみましょう。こんな感じ。ちょっとね、まだね、ドロッとシャバッと、ほらほら、粒子がこうザラザラしたのがいるの見えますか？この粒子がザラザラしてるの見えます？そう。で、ちょっとシャバシャバなので、こうやってね、すぐ垂れてっちゃうんですけど、こうやってくるーくるーくるー、そうなんですけど、このザラザラがいい感じに汚れになって乗っかってくれます。で、結構これ薄めることによって墨入れみたいにできるので、まずは墨入れの代わりとしてちょっと使ってみようかなと思います。で、まあ墨入れをするときはこれだとね、ちょっとまだね、そのシャピシャピっていうよりはドロンってした感じなので、ちょっと薄め液を入れながらちょっとね、滑らかにしていきます。えい、何倍ってことないです。その時によって、この瓶がどれくらい古いとか新しいとかでだいぶ変わっちゃうので、私のやつ使いかけなのでちょっとあれなんですけど、流れるか流れないかわかんない時は、こういうランナーの文字が入ってるところじゃない？そうそう。とかに向かって、こうチョンってやったりすると、そう、どれくらいでこうやって流れていくかなっていうのが見えます。はい。これだともう全然流れる感じなので、これでもういっちゃおうかなと思います。はい。で、墨入れをするときは、こういう細い面相筆と言います。こういうですね、先がこうね、細くなっているような、ちょんとした筆を使って、その、例えばこれ、まあ手なんですけど、手のこういうね、線が入っているところだけにこうやって当てていくと、そこに流れていきます。なので、これ、ちょんって拾って、これを、こういうね、流し込みたいようなところにちょんってやっていくと、こうやってスッと入っていきまーす。もっとガンガンいきますかね。こんな感じで流れていきます。カメラを見ながらやると着地点がゼラ。結構ずれちゃってはみ出てますけど、後で拭き取ればいいので、気にせずこうやってね、流し込んでいったらいいです。そう。こんな感じでね、ちょーんってやると、毛細管現象といって、細いところに液体が流れてくるんですよ。そうそう。
それで影になるようなこのモールドの中にこう墨入れと言われている黒い線が入っていきます。まあ別にね、あの希釈しなくても結構これ使えるので、そのまんまこの子を使っても OK。で、流れにくいなって時は今みたいに専用の薄め液を使ってこうね、流し込んであげてください。これのいいところは本当にプラスチックを犯さないので割れないんですよ。そうそうそう。なので、エナメルとかね、結構細かいモールドに入れると割れちゃった。みたいな話を聞くんですけど、この子はそれがないので安心安全。で、私はもうこれをやるのがめんどくさいので。墨入れ以外に一緒に汚しもやっちゃうときは、こういうね、太い筆を使っていきまーす。で、これも、まあ、同じですね。このね、薄めたシャピシャピの子をこうね、筆に取って、どうするか。だって後で汚れる、汚そうと思ってんだよ。もうね、このガー、ガー、ガーってしていきます。後で拭き取ればいい、拭き取れば。で、こうね、残るように、はい、墨入れしながら、ちょっとね、あの、汚しにもしていきまーす。すごい、ざっくりいきますよ、こうやって。その分スッて入ってくんだもん。面白いでしょ？ほら、これこれ、これ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 。これ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 、こういうデコボコしたところもね、ちょんちょんしていくとね、入ってくんですよ。こうやって。ほら、じゃーん。ね？ねって言いながら。で、持ち手がなくなるとあれなので、このスタンドをこのままね、あの持ち手にしながらやっていきまーす。まあなんか触れたらその分指紋みたいなのついちゃうし、まあ手が汚れるのも嫌でしょ。ということで、まあ今回はこのままね、あのこのスタンドちゃんを使いながら持ち手にして使って塗っていきまーす。で、この積層軍団のところもね、まあ、こんだけ太いね、平筆だったらね、サクサク、サク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 塗れますよ。私平筆が超好きなんですよね。なんでもできちゃう。面積一気にドバーって塗りたいことが私は多いので、なんでもね、墨入れでさえこれをね、縦にちょんってやりながらやったりとかもします。やっぱ人によって合う筆とかもあるので、本当に面相筆一本だけで塗る方もいらっしゃれば、こういうね、筆を使い分ける方もいらっしゃれば、私みたいに平筆大好きみたいな思いまーす。だいぶね、かっこよくなったのわかります？この辺。こんな感じになってまーす。はーい。簡単にね、はい。色が入っていくので、めちゃくちゃ面白いです。スターウォーズシリーズはね、かなりね、モールドが細かいんですよ。なので、ちょっとだけでもね、こう、墨入れだったりとか、影を落としてあげるっていうだけでも、雰囲気が変わっていきまーす。すごい雑でしょ？なぜならどんどん色を乗せる気満々だからよ。そうよ。いい意味で、雑。いや、違う。作業。効率をよく適当に敷いております。はい、あ、うん、そう、乾いてないからね、倒れるとこうやってまだつくんですけど、まあ後で拭きましょうか。で、ちょっと足りなくなってきたので、もう少し薄めたのを増やします。まあ、こうやって出してもいいしね、そんなにたくさん使う気なかったらこうやって筆で取りながらちょんちょんって出していけば十分かなと思います。どうせ薄めるしね。そう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 。オッケー。オッケー。よ、あ、あ、バランス悪いですね、あなた。で、わざとちょっと線が入っていくように、上からトン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 っていう感じで落としていきます。あんまりね、こう撫ですぎると、撫でた時のこの筆の強さで、隙間に入ってこうね、墨が入らないってことがあるので、こんな感じでちょん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 ってやりながら、墨を入れ墨を入れって思いながらやっていきましょう。ちょんちょんちょん、いや、モールドたくさんあって楽しいよ、本当にこれすごいもん。なんか適当にやっても超かっこいい。もうすでに一色でかっこいいとか、どういうことよこれ。本当すごいわ。こう奥の方とかもね、でね、まあ、パーツ外してやってもいいですし、外さずにこうやって筆が届けばね、別にいいんでね。言ったら、パッと見えないところは
筆で届かないようなところはもともと塗ってもそうそう見えないと思って塗らなくてもいいかなと思います。私はね、何より雑に早くっていうのはあれだけど、そのさっくり早く汚していきたい、墨を入れていきたいって思う派なので、結構ざっくり塗れたんじゃないでしょうか。多分ね、最初の状態のグレーのやつよりはこういう目がねはっきりしてるんじゃないかと思います。でボソボソついてる筆の後はここからねちょっと綿棒を使いながら優しく落としたりしていくので、あんまり気にせずにこのままにしてちょっと乾かしていきます。でこれ拭き取るタイミングとかによって結構あの取れ具合だったりっていうのが変わってくるんですよ。なのでウェザリングカラーを使うときはいろいろね、一回ねこういうモールドの代わりにランナーの端っことかでどれくらいでぼかしたり拭き取ったら面白いだろうっていうのを実験すると、好みの伸び具合が見つかるかもしれないです。まあ別にね、全部乾かし切ってからでもこういうね薄め液っていうのを使ってやっていけば特に問題なくできちゃうので、まああの最初はね薄め液ちゃんと一緒に持っとけばまず間違いないかなと思います。で綿棒何本かこうね、バッと置いておきますかね。よし。はい、続き。乾いてきたので、このあたりのね、綿棒とかを使いながら、ちょっとオーバーなところを落としていきたいと思いまーす。で、落とすときは、これね、を使えばいいんですけど、さっき筆洗いに使ったこれもったいないので、これで十分落ちるから、これ使っていきます。で、これを、綿棒とかにちょっと取って、で、拭き取っていくとめっちゃ落ちます。で、さっきの例えば、このね、お試しでやったランナーだって、こうね、こう、余分な分をこうね、拭き取っていくことができます。全然乾いていても、全然剥がせちゃうから、こうやってね。もっとガシガシやれば、もちろん、溝に入っているところも、こうやって消えていくので、そう。本当に消そうと思えばゼロまで消すことができまーすね。ということで、まあ、あんまりモールドに入れないようにしながら消していきます。お。で、例えば、こうね、よいしょ。どこで、何見える?こんな感じでこうね、落としていきます、縦に。全部落とす必要はないんですけど、ちょっとね、こう、明らかに水滴っぽいのが残ってるなってところは落としていきます。モールドの中にねこのね綿棒の先が入ってしまうと中を拭き取ってしまうので、じゃない程度にこう拭き取っていきます。よし、明らかにアタックが強いなっていうところをこうね消していく感じでいいかな。あとはどこまで消すかは本人の好みだったり塩梅だったりするので、わざとちょっと一部残しても全然なんかちょっとすすり汚れた感だったりとかっていう風にはなっていくかなと思います。結構綺麗になってきましたね。うん、だいぶ綺麗になってきたの分かりますか?そう。さっきの真っ黒だった感じがこっちの方ですけど、この辺よりはちょっと落ち着いて線だけはっきりした感じになっています。この向きだと落ちないかちょっと心配ですが、落ちてもね、もうほとんど乾いているところをこうね動かすというか剥がしているので、まあ、大丈夫でしょう。うん、こんな感じでちょっとめくってみました。じゃーん、だいぶね薄くなったけどモールドだけ墨が入ってる感じ、でもちょっと汚れている感じになっていると思います。で、ここからさらに他の色まだありますよね。をちょっと乗せていこうと思います。で、この前川藤名人が教えてくれた新しい技。
これを、よいしょ。まさかの綿棒でちょいちょい乗せていくスタイル。よいしょ。まあ、このままだと結構濃いので、これをね、こういうとこでちょっと拭いながら。まあ、いい意味でね、カスカスというかね、ちょっとだけつく感じにしておきながら、この子の一部分ね、どこ汚そうって感じで選んでいくんですけど、こうね、ちょんちょんってやっていくと、ちょっとだけ色味が増えていきます。ほら。ほらって言ってわかんなかった。この辺。はい。ちょっと茶色が増えております。そうそうそう。一部分だけね、こうね、汚してあげるっていう感じで、トントンと乗せていきます。綿棒でね、これを汚していくっていうのもなかなかね、知らなかったので面白いですね。この辺は、もう好みで、この辺汚れんじゃないみたいなところにトン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 って乗せていくだけでも雰囲気は出てきます。なんかね、1色の時よりは2色とか入っていった方がこうね、汚れのこうニュアンスがいろいろあって面白いかなと思うので、ちょっといろんなところにこうボソボソと入れていこうかなと思います。もしつけすぎちゃったなっていう時は、さっきね、黒色を落としたね、綿棒さんのとこでまたつついてあげると、その黒色がね、またにじんだりとかしてね、面白いと思うので、ひとまずはいろんなところにちょっとずつね、こう色をのせて、雰囲気、情報量みたいなね、増やしてあげると雰囲気が出てきます。たくさんまではいいかな、うん、と思っているので、本当に一部だけちょっと乗せる感じで乗せて、で、さっきのね、はい、薄め息がついている黒ですねを使って、ちょっとだけこう境界線ぼかしたりとか、こうたくさんつけすぎちゃったところをこうね、残しつつ、汚しつつしていきます。あんまり綺麗すぎてもね、あれなんでね、これね。うん。こんな色がときます。色がね、何色か増えるのはいいですね。うん。うん、汚い。褒めてるよ、汚いって言いながら。増えたのでね、ふわっと汚れが乗った感になってると思います。で、まあ宇宙なのでそんなにね、汚れることもないだろうと思うので、ちょっとね、ここから白色をね、落としてみようかなと思って、今回このホワイトを持ってきました。で、ホワイトもこれももちろんね、沈殿してるので振ってもらって、このね、ボールがちゃんとね、そうそう、長時間置いてあると、このね、玉のこのカチカチが聞こえないことがあるんですよ。っていう時はすごく中で固まっていて、ボールがね、こう動く隙間がないみたいな感じになってるので、しっかりこの音をするまでしても、もうちょっとかな、こうね、しっかり混ぜてあげてから使ってみてください。で、これもちょっとね、取って、でもこれだと取りすぎなので、よいしょ、またね、こことかでいやーってちょっと減らしていきます。白だから分かりにくいけど、うん。で、これもちょっとずつ乗せていきます。このね、周りのね、ザラザラしたやつとかもちょっと奪いながら、一部こう、ハイライトじゃないんですけど、こうね、角っことか狙いつつ入れてってあげると、またね、ボソッとしたのが乗っかったりとかして、いい感じになるかもしれません。写真とかじゃ全然映んなさそうね。ちょっとオーバーめにやってみますかね。じゃあ、なんか映んなさそう、映んなさそうだ。こう光が当たりそうなところだけこうね、白を与えてハイライトみたいな感じで入れていきます。なので上から叩くみたいな感じでちょっとずつこう乗せてはいるんですけど、果たして
伝わんのかな、伝わる。うん、写真で見えるかなぐらいだと思いますが、写真でも見えるかな。あ、いや、もう私には見えてるんだということは見えるはずなんですけど、そうですね、なかなかね、白色はね、こう動画とかでは見えないんですが、まあ角っこってやっぱ光るじゃない、だからそういうところのハイライトみたいなのを入れといてあげるだけでもちょっと立体感が増えたりとかするので、こうね、デコボコを強調したいなっていう部分だけこうね、白ちょっと乗せたりとかしながら、うん、ちょっとキランとしているんですが、なかなか見えにくい感じかもしれないです。まあね、結構雨だれとかっていうのに使いやすいんですけど、特にこれがね、グレーだからね、うん、わかりにくいのかもしれにゃーい。うん。ですね。うん。でもちょっとだけ白色を入れてみました。ハイライトが入っています。いや、最初にね、このね、このギザギザのところ、この関総ちゃんがね、やっぱ色をいろいろ入れてるので、わかりやすくなったんじゃないかなと。思いまーす。いいね、いいね。あ、これの上になった。ちょっと。うん。オッケー。はい、ということでですね、サクッと組んだデススターちゃんを、こんな感じで、このミスターウェザリングカラーだけで、汚しながらスミレを入れてみました。で、もちろん黒だけでもかなりかっこよくなるんですけど、やっぱりね、いろんな色がこうやってね、白だったり茶色だったりっていうので、少しずつ情報量が増えた方が、汚れとしての雰囲気が増えるかなっていうので、ちょっとずつこう綿棒で叩きながら増やしていまーす。まあね、あんまり派手派手しくね、汚したわけじゃないんですけど、このね、たった800円のすごいモールドがある、綺麗なキットがですね、さらにかっこよくなる簡単な方法だと思うので、ぜひぜひですね、このね、ウェザリングカラーのね、特にブラックとかね、このブラウンだったりとかすごい使えるので、このあたりをゲットしながらぜひやってみてくださーい。ラッカーの上だったりとか、エナメルの上だったりとかね、いろんな塗装の上からこれ使えます。なので、まあどの塗料の上だったらいいかなっていうのは、お試ししてみないと、やっぱりね、食いつきだっていろんなものであるので、一応お試ししてからやってみてもらえたらいいかなと思います。割れないのに墨入れが簡単っていうのはすごい楽ちんだなと思うので、まあね、エナメルで一回割っちゃったから、墨入れ恐怖症だよみたいな人にはぜひぜひ使ってもらえたらと思います。で、このシリーズなんですが、じゃーんということで、実はこれぐらい種類がありまーす。で、これサビに特化したラスティーオレンジとかですね、砂っぽい色もあったりとかですね、いろいろグレーだったり、使える色、汚れを表現しやすい色がたくさん入っていまーす。で、使い方は全部一緒なんですけど、もう一個ね、こっちにはね、特殊な黄色だったりとかね、こうね、グリーン、で、バイオレット。で、あとはブルーといったですね、これはフィルタリングっていう方に使えるものがあります。まあ、同じシリーズではあるんですけど、例えば体色表現とかで、戦車の上にこれをね、スッて乗るだけでね、雰囲気が変わったりとかって面白いものもあるので、いろんな塗装面の上からですね、汚すなり、色味を変えて影を出してみたりとかっていうのをやってみると面白いかなと思います。どんなね、本当に簡単に変わっていくので、このシリーズね、ぜひぜひ、初心者の方でも、墨入れとっても簡単だと思います。汚すのも簡単だと思います。で、何を言われなくて怖くないということで、ぜひ使っていただけたらと思いまーす。サクッと塗っただけで、こんなにかっこよくなりましたということで、ぜひ、やってみてくださーい。高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。またね。